秋上ダム。秋上ダムは、岐阜県高山市、一級河川、木曽川水系秋上川に建設されたダムである。中部電力が管理する発電専用ダムで、日田川流域一貫開発計画の重要施設として日田川本流の朝日ダムと共に建設された。高さ74.0メートルの重力式、コンクリートダムで、山一つ越えた朝日ダムと貯水を融通することで、 発電能力を増強させる役割を持つ。ダムによって形成された人造湖は、秋上貯水池とばれ、通称などはない。ダムが建設された秋上川は、日田川源流部における最大の支流である、御嶽山のまま小岳を水源とし、御嶽山から、北西部に連なる御嶽山系の峰々からの、渓流を集めて北西に流路を取る。秋上温泉に入ると流れを北に変え、 秋上ダムを通過すると再度北西に流路を変更し、高山市朝日町黒川付近で東から流れてくる、田側に合流する。なお、ダムが建設された当時の所在自治体は、岐阜県大野郡、朝日村であったが、平成の大合併により、周辺の高根村や久野町などと共に、高山市に合併した。日本電力と、 東方電力によって開発が進められた、日田川流域の電力開発であるが、1939年、昭和14年に、電力管理法が施行されて国家による電力統制が強化された。こうした中で、日本電力、東方電力が開発、運用していたすべての発電所は、日本発送電に管理が移され、以後日本発送電が運用することになった。当時は、 日中戦争が激化していた頃であり、戦争を遂行するための重工業整備は政府の大きな課題であった。重工業を支える上で、電力供給は喫緊の課題であり、日本発送電と監督官庁である、低新省電機庁は、昭和14年度電力長期計画を策定、水力発電185万キロワットと、 火力発電92万5000キロワットを1943年、昭和18年までの5カ年で整備するという計画を立てた。この中で水力発電の比重は高く、日本発送電は大規模なダム式発電所による水力発電計画を全国各地の河川において実施する方針とした。日田川についても大規模なダム式発電所の建設が計画され、 1942年、昭和17年10月に、日本初送電は、大野郡朝日村地府地点を、その有力地点として、ダム建設のための調査に乗り出した。これが、朝日ダムの発端であるが、折から、太平洋戦争が激化、次第に廃線に傾くにつれて、調査の遂行も中止せざるを得なくなった。廃戦後の1946年、 昭和21年6月に調査は再開され、朝日村黒川に仮設事務所を設けて、本格的な調査に乗り出した。この調査を通じ朝日ダム単独ではなく、支流の秋上川にも朝日ダムと、同規模のダムを建設することによって下流にある季節の水力発射の出力を増強させることができるという結論に達した。この頃日本発送電は連合国軍、最高司令官総司令部、 GHQ によって戦争に協力した独占資本であるとみなされ、過度経済力集中排除法の第二次指定を1948年昭和23年に受け、1951年昭和26年には電力事業再返礼によって全国級電力会社に分割、民営化された。日田川流域の電力事業は政府の調整によって、 中部電力が全事業を継承。翌1952年、昭和27年により、朝日ダムと秋上ダム、及び朝日発電所の建設に着手することとなった。朝日ダム保証の項目も参照のこと。1949年、昭和24年6月、GHQ より、建設命令が下って事業は着手された。ダム、発電所建設にあたっては、 高山市や朝日村からは歓迎の声があったが、秋上ダム建設によって、朝日村大勢が、ホラ地区の24個が水没する。秋上地域の中心である大勢が、ホラ地区が水没することは、同地域の死活問題であるとして、秋上地域の全集落が一丸となって秋上ダムの、説に反対を表明した。さらに1951年、当初の予測を上回る、 電力需要の伸びに対応するため、中部電力は計画を大幅に改定。朝日ダムと秋上ダムの高さを一律12.0メートル高くすることを表明したが、これに伴い今までの大勢が、洞地区に加え厳しい谷地区9個が新たに水没することが判明。秋上地域だけにとどまらず当初は、協力的だった朝日村や新たに水没地域なる高根村、 さらにダム下流の久久野町当局からも反発の声が強くなった。膠着状態が続く中翌1952年1月、秋上地域全地区の住民は中部電力を呼んで部落総会を開き、中部電力に対し事業変更についての説明を求めた。接衝は深夜に及び険悪な雰囲気に陥ることもあった。村当局も、 工事立ち入りを拒絶するなど強硬な姿勢をとり、中部電力側も土地収容法の適用も検討した。しかし事態を憂慮した、地元選出の岐阜県議会議員、前田義雄や高山市長の草壁霊一、高山商工会議所が、仲介や足線に入り、尾瀬が洞地区の移転代替先に、大野郡清見村の土地を提供するなど保証にする、条件を提示。その結果、 地元も最終的には保証案を了承し、1952年8月には保証交渉が打結した。また、秋上ダムの貯水を朝日ダムに導水することで、秋上川の水量が少なくなり、下流で取水している朝日村第一用水と中島用水に多大な影響を及ぼすことが判明した。しかしダム、発電所の建設に先立ち秋上川を管理する。 岐阜県は、水利使用許可の条件として、秋、上川下流に取水口を有する、朝日村第一用水、中島用水に対して、取水に必要な流量を確保しなければならないことを、挙げていた。このため、中部電力は、両用水路の取水元になる、投資口と用水路回収のための費用を、支出、さらに秋上ダムにも、不特定利水に相当する放流を行い、 朝日村第一溶水、中島溶水が持つ、観光水利分の溶水補給を行った。漁業保証については、漁動の設置を要求する松田川漁業協同組合、松田川流漁業協同組合との間で交渉は、難航したが、最終的に保証額1、288万円、当時の支払いとマス養殖施設の建設を行う、ことで解決を見た。こうした。 難しい保証交渉を経て、秋上、朝日両ダムは1955年、昭和30年5月7日に完成することができた。しかし秋上ダム建設によって33個の住民が、日本の戦後復興のために、不祖伝来の土地折れるという苦渋の決断を行っている。秋上ダムには単独の水力発電所は設けられていない。朝日ダム直下にある朝日発電所、 出力2 5 0 0ットが秋上ダムの発電所になる。秋上ダムは朝日ダムとの間にある延長1770メートルの連絡水路を通じて朝日ダムとの間で貯水を融通する働きを持つ。こうして融通された秋上ダムの水は特に水が少なくなって発電に影響を及ぼす陶器に発電用放流を行い平均で毎秒13トンを補給する。 これによって下流にある、九具の、東上田、下丸、大船と、七草名倉、上朝尾などの発電所の力を増強させ、年間で1億1 9 4 2ットの発電量を増加させる役割を有する。秋上ダムによって形成された秋上貯水池は、釣りのスポットとしても知られている。元来上川は、雨の多い河川であったが、ダム建設によって、 陸風魚となったアマゴやイワナ、サクラマスが多く生息するようになった。特にアマゴについては、秋上貯水池上流端で魚群をなして泳ぐ姿が確認される。このほか大物のイワナやサクラマス、ブラックバスも釣ることができる。漁業権は、マスダ川上流漁業協同組合が所有している。ダム上流には、秘湯と言われる秋上温泉があり、一軒宿などが、 風情を醸し出している。温泉よりさらに奥に入ると、毎年2月に、秋神温泉、氷点下の森と呼ばれる氷のオブジェイベントが、催される。地元の芸術家が独力で作り上げた氷の芸術が、その発端だが、やがて地元住民も参加するようになり今では、秋神地域の冬の風物詩にもなっている。このオブジェは眺めるだけでなく、触ったりオブジェの中に入ることもできる。 会場に通じる道路の両脇には氷で作られたランプが幻想的な世界を醸し出す。秋上ダムへは国道41号を久群の町中心部から国道361号に曲がり、そのまま高根方面に直進すると到着する。ただにダムに立ち入ることはできない。この国道361号は基礎街道と呼ばれ、かつては 朝日ダム沿いを通過していたが、落石や崩壊が甚だしく、代替路線として秋上調水池に沿って、秋上バイパスが完成し、高根方面へのアクセスが改良された。高根方面からは、上高地や基礎福島方面へ抜けることができる。この付近は、秋上ダムを、はじめ朝日ダム、久久のダムや高根第一ダム、高根第二ダムといった大イが密集する地帯である。 ただ、秋上バイパスからは、朝日ダム、久ぐのダムへ行くことができないので、秋上ダム手前で日高沿いの道に曲がらなければ、ならない。また、冬季は、極めて寒くなる、降雪地帯であり、道路はアイスバーンになりやすい。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。